シスコの根本です。今回はですね、モデルコンテキストプロトコル、通称 MCP というですね技術を使って生成 AI がですね XDR とかスプランクなどの API を自分の手足としてですね自律的に使えるようにしてみるという実験をですね動画でお送りしていこうかなと思っております。でまずですね、今見えている画面の説明なんですけれども、これはカーソルを使っておりまして、で左側にですね MCP サーバーとなる Linux のディレクトリが見えていて、でここからですね AI がいろんな製品などの API を自律的に叩いて、そこからいろんな情報を取ってくるんですけれども、そうした情報とかですね、そこから分析した情報がこの添付ディレクトリに、格納されていきます。次にですね、真ん中のところなんですけれども、これは Linux のターミナル画面で API のリクエストをリアルタイムで表示しているという、様子を見ることができる画面になっています。で最後にですね、右側のエリアですけれども、ここがですね AI にプロンプトで指示を出したりですとか、あとはですね AI の出力結果が出てくる、チャット画面ですねとなります。で今回はですね生成 AI としてクロード4を使ってみます。で投げるプロンプトなんですけれども、このような画面になって、このような内容になっておりまして、ざっくり言いますと、まず XDR からですね最新のインシデント情報を取ってきてくださいと。で次にですね得られた情報をもとに必要な情報を持ってそうな製品、これは EDR とかスプランクになるんですけれども、それらからですね AI が欲しいと思った情報を取ってくるための任意の API リクエストを適宜生成してくださいという指示ですね。そして、取ってきた情報に対して解析を行って、さらにですね必要そうな情報があれば必要な場所から追加で取ってくるみたいなですね、いうことを自由にやってくださいというですね結構ざっくりした指示を与えてみようと思います。ということでですね早速プロンプトを投げてみようかなと思います。ここではですね、XDR の API をですね、AI が自律的に叩いて、インシデント一覧ですとか詳細情報をですね、取りに行こうとしている様子がわかります。API リクエストもですね、正常に通っていて、で取得情報はですね、JSON 形式で一時ファイルとして保存されているというところがですね、画面から見て取れるかなと思います。詳細情報を、取りに行っているという様子が今見えているかなと思います。で実際に取れているようですね。で、ここからですね取ってきた内容を確認して、行っているという状況ですね。で取ってきた情報からですね、いくつかのですね情報、例えばホスト名とかをですね抜き出して、で取ってきたその抜き出した情報をですね今度は EDR のですね API に入れ込んで、自律的にですねリクエスト内容を書き換えて、で EDR の情報ですね、具体的に言うと EDR 上にあるいろいろな関連するプロセスツリー情報ですね、シスコのセキュアエンドポイント EDR ではデバイストラジェクトリーっていうふうに言っているんですけども、そのトラジェクトリー情報を取ってきて、で、分析をしているという様子ですね。トラジェクトリー情報が取れて、内容を解析しているというところが見て取れます。で実際に JSON ファイルでもトラジェクトリーがですね取れているっていうところが確認できています。でトラジェクトリーデータから、ハッシュ値をですね抜き出して、で抜き出したハッシュ値を今度はウイルストータルにですね投げて、ウイルストータル上のそのハッシュ値の評価情報をですね取りに行っているという処理が走っています。ウイルストータルに、投げてき始めましたね。API リクエストもどんどんですね新しいものが作られていって、
で取ってきた情報がですね増えるごとに、添付ファイルに添付フォルダにですね、取ってきた評価情報の JSON ファイルがですねどんどん増えているという様子が、今の画面でですねわかるかなと思います。でここから、AI の方で、スプランクにですね、情報を見に行って関連する情報が他にないかっていうのを探しに行こうとしているというところですね。SPL 文と言われるですね、スプランクで、検索をかけるためのですね独自の構文があると思うんですけれども、その SPL 文もですね必要なものを、随時ですね自律的に AI が考えてで自分でですね自動で作成して、実行しているというところで、この画面ですねチャット部分からもですね何回か、異なる SPL を作成してですねいろんな情報を取ろうとしているという様子が見て取れるかなと思います。で一旦全体の攻撃の全体像が分かったよということで、全体のですね情報のまとめ、結果のサマリーが出てきましたね。ざっくりとこのサマリー情報ですね内容見てみようかなと思います。まず XDR のですね、このインシデント ID のインシデントを見ましたよと。でその後 CSE のトラジェクトリー情報で254件のイベントを分析した。でその後ですね、ウイルストータルでいくつかのハッシュ値を評価を確認し、スプランクで情報をさらに検索をかけたと。で、マルウェアとしてですね、いくつかのですね、スプランク D.exe っていう名前の偽装マルウェアがありましたよとかですね、1ギガの機密ファイルの外部流出がありましたよとかですね、そういったところに加えて、あとはこの後ですね、対応者が行う推奨事項とかがですね、サマリーとして載ってきているようです。で、これら一連の情報収集とですね、解析の結果に基づいて、よりですね、詳細なレポートを作成するようにですね、指示を与えてみようと思います。で生成にですね時間がかかりそうですので、ここで一旦ここまでで AI に何をさせていたのかといったところをですね解説したいと思います。まず前提としてですね、 XDR は検知っていう局面ではですね相関分析によってトゥルーポジティブの可能性が高いインシデントを生成しております。これによってですね誤検知アラートを排除して、対応すべきですねインシデントをあぶり出していくという処理をしていくわけでございます。しかしですね、これはあくまで入り口であってですね、ここからその後の詳細調査においてはですね、現状ですね、手作業で確認をするというのが一般的な流れになっています。アナリストがですね、XDR でインシデントの内容を確認した後ですね、その他の関連製品の GUI などにですね、ログインして、いろんなログからですね、情報を集めて判断を行い、必要に応じてですね、さらに根拠を固めるために、いろんな情報を追加で収集して最終判断を行うというようにですね、一連の思考、調査、判断を、これは人がやっていたというところでしたね。でこういったドリルダウン調査の後のですね対応、つまり隔離とか復旧といった作業はですね XDR のワークフローである程度自動化することができるんですけれども、現状ですね検知と対応の間にあるですね調査とか解析といったところは専門知識を持ったですね人が、人の手でですねやっていくというのがですねこれまでの XDR の運用でございました。こういった状況に対してですね、今回の実験では、すべての調査の工程をですね、AI に自律的に判断、そして実行させて、完全に自動的に調査をやらせてみようというですね、エージェンティック AI ですとか、AI エージェントとかですね、そういうふうな表現で言うと少し大げさかもしれませんけれども、どの API を叩くか、どのようなリクエストを出すか、そして得られた情報から次にどんな調査解析をするかなどをですね、AI が自律的に判断して、自動的に情報をですね、各種から取っていくということをさせていた、わけでございます。さてここでですねレポートが出てきたようなので中身を見ていきたいなと思います。マークダウンファイルでですね出てきていますので、せっかくなのでダウンロードしてウェブブラウザでですね、表示させてみようかなと思います。まずですね、エグゼクティブサマリーですね、これが出てきていますので、これを見ていこうかなと思います。英語で出てきてしまっているので、日本語にですね切り替えていこうかなと思います。
で、まあ、内容を見ていくとですね、ビジネスインパクトであるとか、あとは経営層の観点で、まあ、どういったことを今後していかないといけないのかっていうのが出てきているかなと思います。で、続いて出てきているのが技術者向けのですね、詳細なインシデントレポートですね。こちらは日本語でそのまま出てきているという状況ですと。で、どういうことが書かれているのかっていうと、まあ、ざっくりインシデントの概要であるとか、あとはマルウェアの解析結果であるとか、ネットワークの、挙動のですね、解析結果であるとか、あとはマイターアタックの TCP にですね、まあ、マッピングした今回の攻撃の内容みたいなところが書かれているかなと思います。時系列に沿ったどういうことが行われたかとかっていうのも書かれていますね。あと関連する IOC とかですかね。これは、影響を受けた端末とかデータですねが書かれていると、まあ、流出した、1ギガのファイルのファイル名とかですね、そういったところが書かれているようですね。で、このパートは、まあ、各 AI がどういうところからどういう情報を取ってきてどういう処理をしたのかっていうのがまあざっくり書かれているのかなというところですかね。 XDR で初期検出を行って、でそこからですね、得られた情報を解析してセキュアエンドポイント EDR のですね、プロセスのツリーを解析したり、まあ、シスモンって言ってるのはこれスプランクで取っている Windows のイベントログですね、その辺を見たりとかウイルストータルで、ハッシュ値の評価情報を確認したりとかっていうことをしましたよと。で、EDR から取った254件のトラジェクトリー情報をですね、分析したりとか、IOC を抽出してハッシュ値を確認したりとか、スプランクのログの分析を、まあ、やりましたよみたいなことが書かれているというところですかね。で、あとは、まあ、技術者の観点で、まあ、より具体的にですね、どういうことをしたらいいのかとかですね、まあ、プロセスを停止するコマンドなんかもですね、書かれていたりするかなと思います。まあ、実際のところですね、この攻撃を行ったのは、まあ、あのクローズドな環境で自分の持っている環境なんですけれども、自分でですね、この環境に対して攻撃をしましたというところで、まあ、実際にどういうですね、マルウェアを動かしたのかっていうのも私自身はまあ把握しているわけで、で実際のところですね、スプランク D.exe っていう名前のですね、バックドアのマルウェアを動かしていたわけですけれども、まあ、実際にそれがですね、置かれているディレクトリも含めて、まあ、あの確実にですね、マルウェアがどこにあったのか、何を削除しないといけないのかといったところもきちんと検知しているようですね。あとはネクストアクションですね、まあ、こういうことを、やった方がいいですよっていうのを、まあ、ショートターム、ロングタームの観点でですね、いくつかピックアップされていると。あとはピカールのですね、最後の L のレッスンラーンのところを意識しているのかなと思うんですけれども、まあ、あの得られた教訓とかですね、書かれていたりとか、あとアテンディックスのところで取ってきた情報の、まあ、あれですね、解析情報とか取得した情報のファイル名とかがですね、アテンディックスで書かれているので、まあ、実際に技術者向けだなと思いますね。まあ、本当にハルシネーションを起こしてないかっていうのをですね、取ってきた情報をベースで、まあ、人間がですね、まあ、確認できるようにっていう意図かなと思われますけれども、まあ、そういったですね、ファイル名、まあ、生ログっていうとちょっと違いますけれども、まあ、分析したですね、取ってきた情報とかのファイル名が書かれているというところですね。で、もう一個レポートが出てきていて、こっちがですね、技術的インシデント分析ってことで、まあ、さらにですね、技術者向けのですね、より詳細な分析レポートが出てきているのかなと思いますね。まあ、攻撃で使われた、あの、テクニックとかのですね、解析情報が書かれているのかなと思います。侵害されたホストとかユーザーアカウントの、情報とか、あとは使われたマルウェアですねに関する、まあ、どういう動きをするマルウェアだったかみたいなところとかが解説されていると。あとはこれですね、まあ、あの EDR で取ってきたプロセスツリーの情報がですね、まあ、あるわけですけれども、まあ、そこで得られた情報を、まあ、こんな感じでツリーマップみたいな感じでですね、まあ、整理してくれているというようなところも見て取れます。まあ、これでちゃんとあのトラジェクトリー情報を取ってきているっていうところと、そのツリー構造をですね、まあ、きちんと認識した上で解析を AI が自律的に行っていたっていったところもですね、ここから読み取れるかなと思います。
あとは実際に攻撃者が行ったコマンドレベルのですね、どういうことをやっていたのかといったところもですね、まあ、こういったように、レポートに出してきてくれているというようなところが読み取れますね。ネットワーク分析でも、まあ、どこのサーバーでどういうことを使って、どういう用途で何がされていたのかみたいなところの、インサイトもですね、書かれているというところですかね。レジストリーとかも見てくれてましたね。あとは、まあ、どういうことをしないといけないのかっていう、より詳細なですね、コマンドレベルでの対応手順みたいなところも書かれていますね。回復手順とか。あとは学んだ教訓も書かれていますと。で最後にアペンディックスとして IOC リストですとか、ヤラルールとかですね、まあ、そういったところまで書かれているので、まあ、だいぶ、エンジニア寄りのですね内容が、レポートの内容というところでございました。ということでですね、まあ、MCP を使って、AI がですね自発的に使えるツールとしてですね、各種セキュリティ製品ですとか、サービスですねを AI に認識させ、状況に応じてですね、適切な API リクエストやコマンドを生成させ、そしてですね、脅威判定ですとか、解析結果を出力させるということがですね、できました。最終的にはですね、専門知識を持った人間がですね、判断を行って、レスポンス、つまり隔離ですとか、リストアなどの対応も人間の手で実行された方が安全かなと、個人的には思っていますけれども、まあ、人力で処理するにはですね、大変な大量のログデータの収集であるとか、それらの解析といった工程はですね、まあ、将来的には AI にですね、まあ、お任せできちゃうですね、未来がもうそこまで来ているのかなという印象を持ちました。この実験でですね、ちょっと先の未来のインシデント調査の世界観をですね、お伝えできたのではないかなと思っています。それではですね、この動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。